はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、穴掘ってきました。こういう感じで、ずらーっと。で、結局深さがね、これぐらいになりました。で、これだけあって、さらに、フェラルホードのために準備いろいろしておりまして、ここ。ここ、穴開けましたもん。これで。奥まで全部。あと、こっちで開通。これで開通です。で、こっちでフェラルホードはもう受けようと思います。こっちの中で。で、深さが、結局ね、前回の終わり頃、掘ってたところ、あの位置から降りてきたらここら辺になりました。なんで、これぐらい、これぐらいの厚み、あ、もっとだな。多分もうちょっとだな。ここまでなんで、うん。これぐらいの厚み、下に向かってすぼんできてるような穴になっております。で、とりあえず、ここも全部、待って、大丈夫だよね、インベントリー。ここも全部ね、穴開けちゃいたいんですよ。で、今回のペラルフォードは、こっち側で受けます。この、今私がいる側で。しかも、今後のことを考えて、中途半端な位置に壁を作ってそこで受けようと思っております。やばい、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 嘘。まあ、いつか来るかもとは思ってたけど。あららららららら。あらら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 どこまで崩壊するかな。いや、このまま上まで行ってくれたら俺はマジ幸せっちゃ幸せなんだけどね。でもこの石拾いたいよね。拾いたいけど拾いに行って死んだら本末転倒だもんね。拾いたい、拾いたい。いっぱい拾いたい。すげえ、すげえ。きたー。こっちも壊れろ、こっちも。こっちもどうせなら連鎖して壊れろ。よし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 。うわー、うわー。ちょっと待って、俺の計画が別の意味の方向に進み出した。これは、あー、これもう行き過ぎてるわ。あー、マジか。あのね、ブロック掘って置いてあるラインあるじゃないですか。あそこまで実は裏掘ってあるんですよ、ちょっとだけ。で、あそこまで掘って、いや、これ天井にしてから上からやった方がいいなと思ってたんだけど、あー、ちょっとこれやばいっすね。ちょっとこれやばいっすね。こっちも崩れるかい。ちょっとこれやばいっすね。あ、こっち止まったね。じゃあ、回収してやる、こう、相手も。なんで E ボタン長押しじゃ回収してくれないのかい。よいしょ、よいしょ。回収頑張れ、頑張れ、拾え。集まってくるけど、集まってくるけど、回収まではしてくれないとな。頑張ってカーソルを合わせないといけないの。嫌だね。こんなもん雑魚いからいいか。見とくか。うわ、やば。え、まだ続いてるくね。うわ、右さらにまた始まった。うわー、ちょっと待って、アルファ16の崩壊ってなんか、質変わった？綺麗に崩壊してるんだけど、ちょっと。俺、ここで止まるだろうと思ってた位置で、全然止まってねえし。やっべー、やっべー、やっべー。いや、こんだけブロック、壊すのはすんげえ時間かかるからありがたいっちゃありがたいんだけど。ありがたいんだけど。ありがたいんだけど、ちょっと。掘らなくていいっていうのはありがたいんだけど。すっげえ、想定をはるかに超えているんだが。うわ、もう木落ちてきてるじゃん。ってことはもう27いってるわ。あ、やっべえ、これ。やっべえ。
ああ、鉄とかいっぱい降ってきてるけど、これ回収に行けないよ、俺。うわー、回収したい。全部俺の足元に集まってくんねえから。うわー、うわー。これ、このまま地上まで行ってくれるのは、それはそれでいいけどな。わー、すげえなー。ちょっと回収しに行こう。死にたくねえけど、回収しに行こう。いや、無理か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 。無理か。あ、やばいやばいやばい、こっち来てる、こっち来てる、こっち来てる。うわ、うわ、うわ。危ねえ。なんだよ、これ。なんだよ、これ。これ、これ、邪魔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 。俺の逃げ道を防ぐない。防ぐでない。危険、危険、危険。カーンって。うわー、すげえ。すげえ。何、あの一本道。すげえ。マジか。マジか。マジか。これ綺麗に上まで行っちゃいそうだね、本当に。うーわ、どうせなら昼やりたかったな、明るい時間に。これやばいな。これやばいね。すげえわ。ちょっとこんなに綺麗に崩壊するなら俺、もうちょっと頑張る。やば。すげえ、止まんねえ。あ、これマジで上まで行きそう。いや、コンクリートブロック何ブロック分の砂が無駄になってるんだろうか。まあ、一回いくらでも地中に埋まってるし、そこら中全部砂だし。ただ E ボタン長押しでこれが全部俺のポケットに入ってきたらマジ神がかってるのにって思ったりもするけど。全然。取りに行く勇気ないっす。ヒットしたら死ねるんで。あ、お腹空いてんじゃん、俺。こんなの眺めてる前に、間に死んじゃうよ。よいしょ。よいしょっと。よいしょ。なんか今作ったね。なんか今作ったね。よいしょ。待って、俺の計画、そしたら、今。センターポールとかでいろいろやろうとしてた計画すべてパーになったんだけど、どうしよう。あ、やっべ、マジ。フェラル前にこれはまずいって。いや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 、俺フェラルに向けてやろうとしてた計画がすべてパーになったわ、今。いや、マジか。これ本当に上まで行くぞ。うわー、やば。やば。やば。マジっすかい、マジっすかい。止まんねえ。すげえ。すげえ。ああ、俺んとこに石飛んでこねえかな、もっと。拾いたい。ああ、マインクラフトみたいに、キュイーンって集まってくればいいのに。カーソル合わせて拾うっていう行為をしないといけないっていう。You are thirsty. キュイーン。いやー、全然回収できねえじゃん。これマインクラフトのあれが欲しいよね。ホッパーが欲しい。いや、これマジで地上まで行くぞ、このペースだと。わお。
すげえ。見とれちゃいそう。ふわーって、ふわーって降ってくる。すげえ。見ても上見えたよ、本当に。あの切り込みが俺が入れてた切り込みだから、お見事に崩落しちゃいましたね、これね、全部上まで。やべえ。そしてこの縦の切り込みみたいなやつが何なのか気になるけど。わお、わお、これホッパーあったらもう一生分のコンクリート手に入ってたんじゃないの。終わったね、回収、回収。石とかもっと回収しやすくしろよ。マインクラフトみたいにキュイミミミミミって全部集まってくればいいのに。集まってくるまではいいのにさ、回収してくんないから、自動で。よし。ただ問題は俺のフェラルフォードの計画が完全に崩れた。完全に崩れた。どうしましょう。どうしましょう。本当に完全に壊れた計画が。どうしよう。いや、俺ね、まず言いますと、ゾンビたちこう降ってくるじゃないですか。上から来れないから、こっち側掘って、こっち側に L 字型に掘って、こうね、こう掘って、こういう感じで。で、こっち側に壁を立てて、内側か、こっち側から防衛する予定だったんですよ。こっからね。こっから防衛する予定だったんですよ。外からポン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 降ってきた奴らを。で、今後、俺が整地作業をして、こういう感じで、掘った場合は、こっち側に回り込んで、こっち側で防衛しようと思ってたんですよ。で、こっち側の防衛の場合は、守る範囲が広くなるんで、この四隅全部守らないといけないんで、資材が必要じゃないですか。だから最初ちょうどこっちの穴蔵の中で防衛すれば、いい感じに守れるなぁという、材料も足りて守れるなぁという予定だったんですよ。だったんですよ。やっちゃったわ。やっちゃったわ、マジで。あー、マジかよ。これまずいよ。計画が。とりあえず上行ってみようか。見事な落下トラップができたね。鋭角な。鋭角なところができちゃったよ。マジか、マジか。あんな綺麗に崩れるか。すげえな。あんな綺麗に崩れちゃうか、アルファ16は。どこだ？もうちょい上かな？あ、ここだね。見事にスパッと切れちゃったね。うわぁ。マジか。ちょっとどうしよっかな。これは、コンクリート間に合わねえな。そして俺の計画がもうちょっと後になる予定だったやつが、先になっちゃったもんで、今度のフェラル4でやってからもっと、寝ろうと思ってたやつを、寝る暇がなくなっちゃった。どうしよう。どうしよう。作戦を寝る暇がなくなっちゃった。とりあえず、
こんだけ綺麗に崩壊するっていうのが分かったんで、やるか。もっとやるか。こんだけ綺麗に崩壊するならいいわ。ありだわ。間に合うよ。ただゾンビがね、こっち側から湧かないっていう可能性があるんで、後ろから湧いたらどうすんのっていう。後ろから湧いたらどうすんの、右から湧いたらどうすんのっていう。あー、やばいな。やばいな。他の方角からゾンビ来たらもう完全にアウトなんだよ。しまったね。しまったね。しまったね、本当に。本当にやってしまったね。こんな見事な崩壊するとは。ってことは俺、この下掘ってんじゃん。あれちょっと、ちゃんと天井補強しとこ。こんなもん見せられたらこっちちゃんと補強しとこ。そこそこ止まるだろうと思って舐めてたわ。待て待て待て、これ補強しとこ、ちゃんと。こんなに止まんないって知ってたら俺こんな無謀なことしてなかったよ。こっちちゃんと補強しときました。やばいやばい、マジやばい、これマジやばい。こんなに崩壊するならやばいって、やばいって、マジでマジか、マジか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 。無理だな。マジどうしましょう。マジどうしよう。つか、あの地下掘ってる時に崩壊してたら俺逃げ場所なかったからね。どうしよっかな、これ下手したら崩れないな、しかし。この、無敵の壁のせいで。きっかけ作れないかもしれない。どうしよう。インフェクション1時間。まだまだいける。マジか。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ちょっと。すべての計画が。いや、今実はね、なんていうんだ、クリエイティブモードに行って、クリエイティブモードっていうか、まあ、テストマップに行って、いろいろ、どういう構造にしようか考えてきてたんですよ。よし、じゃあこれで行こうかという矢先、録画始めて、じゃあこういう感じで開けまーす。ドカーンだからね。はあ、どうしよう。とりあえずトレーダーの品ぞれ見に行こう。オーガーが入ってるかもしれない。オーガーが入ってるかもしれない。品ぞれ確か19日で変わるんで。オーガー。22になってるから変わってるね。オーガーはなさそうだな。これ買わないとな。あ、デコレーション俺持ってねえんだよ、これ。これも欲しい。うわー、雑魚いな。いいの持ってないね、本当に。トリップワイヤーポスト。どうしよう。
さかこんな綺麗に崩れちゃうと思ってもいなかった。あららららら、らやってしまったな。ちょっともう分かんなくなっちゃった。どうやってフェラルホード迎えよう。フェラルホード迎えよう。キャットウォーク使いたくねえし。あー、キャットウォーク使いたくないし。キャットウォーク使いたくないし。とりあえずコンクリート、これ何かける何ぐらい必要なのよ。いや100とかじゃ済まないな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、30、まあ400は必要ないか。どうしよう、どうしよう、マジで。うわ、そこ掘れないのきついな。どうしようかな。でもまあオーガンなしでもいけるわな、こんな綺麗に崩壊するなら。こんな綺麗に崩壊するならオーガンなしでも耐えられるわな。耐えられるというのもおかしいけど。切るなんて。これ何マスぐらいあんの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。いやー、こっちも同じぐらいあるんだろうな。チェックするしかないか。じゃあ次回はちょっとあっちの深さチェックしてこようかな。違う、チェック終わったところから録画再開しようかな。なんで掘り始めるところからところまで取りましょうか。でも丸い穴も綺麗だからキープしたいけどな。でも丸い穴じゃどうしようもないんだよね。どこら辺だ、俺の穴の先端は。どこら辺だ。あー、ここか。まあここら辺でいっかな。よし、じゃあこれをちょっと掘ってきます。鉄あるよね。食べ物ある。飲み物は。飲み物ないな。まあいっか、掘ってきます。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。よろしかったら次の動画見てください。次の動画、これが多分下に到達したあたりから再開したいと思います。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。